ってこれ、一番下覚えるね。2でしょ ?1、2。で、1、2。え、1、2。これね、2、てん、たん、たん。で、ここが4だったから、1、2、3、4。あ、違ったーみたいな。わかるこの。3か。ここで、こう、こうじゃない?あ、溶けた。あ、溶けた。おー、すげー。どういうことなんだ?っていう感じ。ちょっとむずいよね。ちょっとむずいよね。でも理解した?理解した?あ、理解しました。はい。あ、よかった、よかった。理解しました。はい、も思います。どうした?ムメちゃん、向けて。私が、ムメ。大丈夫、大丈夫。どうぞ、どうぞ。どうぞ、わかりました。うん。うん。ナイス。で、眠いよね。寝る?はい、眠いや。It's okay? Are you good? I'm just too tired for puzzles. Not too tired for anything. Okay. まあちょっと謎解きは今日はできないらしいので、それ以外は、それ以外は大丈夫です。あれ?ラミー?ラミーが移動してんのも早いな。死体蹴りやる。死体蹴り。ちょっとおい、パリア!死体蹴り。ほら!今何してんの?当たってないですよ。違う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 。待て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 。なんか、それ、公務執行妨害ですよ。止まらないと落ちますよ。映らないで、なんかやってるぞ。止まらないと落ちますよ。これです。探してる。止まらないと落ちますよ。ちょっと今回見逃しますけどね。やったしょ、見て Oh my god. Oh my god.ちょ、違うんです、まる聞いてくれ。なんだ、あの、マリンのどうしたんすか。いや、やばい、奏で、助けてくれ。助けるわけねえだろ。すまる、聞いてくれよ。どうした。一緒にジェットコースター乗ったよな。そういうことじゃない、そういうことじゃないだろ。違う、あのね、あの、マリンが身元引き、マリン、マリン、マリン、身元引き、身元引き、身元引き、え、ミコチ、ミコ、ちょっと待って、ちょっと待って、身元引き、ごめんなさい、パン屋に、ごめんなさい、成長証を取ってください、パン屋に。え、ちょっと待って、成長証、ちょっと、マリン、ノエちゃん来てもらっていい?もう、ちょ、パン屋、マリン、マリン、大変だ。あ、いいな、お疲れ様。あ、お疲れ様でーす。ふわもこ大丈夫だったね。あ、もう大丈夫ですよ。あ、よかったよかった。大丈夫な、逮捕者が出たんだ。終わりますね。ヘリコプター頑張ってね。マジか。え、なんでこのタイミングなんだ。どうしました。パン屋のミオです。あ、分かっておりますよ。どうしました。あのですね。はい。実は、あの、うちの旦那がですね。はい。あの、私が、パン屋にいない間に、キャバクラ通いをしていて。しかも先ほど、そのキャバクラで暴力沙汰を起こして、警察に連行されたりとかしていて。今、大丈夫なんですか?ちなみになんか、私パン屋の近くにいるんですけど、なんか、すごい。そうなんですね。え、なんか。今ちょっとどうしようか悩んでいて、もう相談できるのが記者さんしかいないなって。いや、ぶっちゃけちょっと、あの警察の方にもちょっとあの暴力行為があったっていうことで、ちょっと私も巫女さんに話してて、はい、これからちょっとどうなるかわかんないんですけど、多分あんまりいい方向にはいかないと思うんですよね。はい、あの、逮捕されるってことですか。私はそう見てますね。その場合やっぱりどう、離婚とかってやっぱお考えになられてるんですか。今のところ離婚は考えてないんですが、やはり今日私が見てないところでキャバクラに行って、しかもそこで暴力沙汰を起こしたっていうところが、ちょっと私間違っちゃったのかなって思ってしまって、それでちょっと相談したいなって。そうですね。ちなみに、私に助けを求めてきたっていうことは何か他の話があるとかそういうことでもない感じですかね。なんか何か手伝えることがあれば手伝いますよ。え?切られた。さっきまででもちらついてたから。店の中にいるはず。え、なんか人倒れてない?今警察署動ける人誰かいるかな。
どうしました？もしもし。あ、どうしたんですか？え、多分ですけど、今もうすでに、事件が。え？もしかするとなんですけど、パン屋の中で、倒れてるんですよ、人が。あ、ちょっと後でて大丈夫ですか？あ、ミオさんが。オルカさん！ミオさん、今、ちょっと警察に通報したんで！いやいや、あの、これ別に殴られたわけじゃなくて。え？殴られたわけじゃない？え、でもそれかばってるとか、そんなね。違って。これ。ああ、委員長先生すみません。ミオさん大丈夫ですか？すみません、ちょっと。え、旦那さんどこにいるんですか、そういえば。あ、旦那は、キャバクラの女に会いに行きました。あ、ミオさん、こんなになるまで。だって今起こしますからね。ありがとうございます。あ、ちょうどパンを買いに行こうとしてたんです、私も。そうなんですか？外に人が来ないように見てます。え、ありがとうございます。ありがとうございます。キスしてるぞ！どうしたんすか？あの二人何やってるんだ？え？なんかあの、さっき緊急医療がなんか立て込んでたっぽいっすね。っていうか、奥さん倒れてましたよ。おいおいおい、なになに、どうしたんですか、どうしたんですか、おい、写真撮ってないっすよ。したんで暇な人来てください。ポルカさん見てきますよね。じゃあキャバクラ金で買えるんじゃないか。こっちは治療しますね。今え、いつか頭いい。え、今好きじゃねえ。違う、すいません、違う、違う、違う、大変、ひどすぎる。なんですけどこれ、たまにいいっすよね。見てましたよね、あなたもね。やめてください、もうすいませんけど、ちょっと待ってあげて。原稿なんですよ、こんなの。一緒やねーなんて。一緒に来てもらってもいいですか？じゃあ、すいません、手錠かけるんで。すいません、ミオさん、私が弱い子になる。もしもし、本当に。お世話になってます、カナダソリズム。はい。ミオさんが倒れなかっただけ良かったです。お家が大変なことに。何どういうこと？あのパパが暴行犯で今現態。うちに来ないとやばいかもよ。今行きます。行きますね。私も殴られました、あの人に。最悪だ、最悪だ。どうしたんですか？暴力事件に巻き込まれた。暴力！いいよ、いいよ、助けてあげて。ばあ